マトのスープできました。見てください。飲んでみますね。とろみあって、玉ねぎの食感、おいしい。見て見て、このトマト、ふわとろ、おいしいです。おいしい。熱々。この中にニンニク、生姜、ネギ、玉ねぎ、トマト、卵、わかめ、すごい健康にいいでしょ。色も、綺麗ですよね。それこう見た目、こう匂い、あと噛む時の食感、あとこの味、おいしいと思う瞬間、脳に刺激与えて、とても幸せのホルモンが出るそうです。ぜひ作ってみてください。作ってみたいと思います。あの、必要の材料は油、今度はオリーブオイルに使います。あとは塩、塩油、あとごま油、あと塩コショウで、トマトもちろん、卵スープなので卵ね入れます。あと玉ねぎ、あとネギ、生姜、ニンニク。私ね、あの調べたの、それトマトはあのとても体いいってさっき言いましたね。トマトと卵の炒め物、それでさらにニンニク、玉ねぎと炒めるとさらにあの体に吸収しやすくて、さらに効果得られますの話あって、今日はスープの中に取り入れます。はい、じゃあ作ります。オリーブオイル入れます。少なめで大丈夫です。弱火で、あのニンニクは焦げちゃうとすごい体に悪い成分出るらしいのね。だから焦げない弱火でじっくりじっくりその中の栄養素を出して方がいいと思います。はい、入れます。はい、生姜です。生姜、ネギ、ニンニク、この時期はいいですよね、体温めるから。あの毎日のお料理に取り入れてもいいと思います。今マスクするからあの気にしない。まあ、食べれるかな、この時期だからこそ。ニンニクの料理挑戦して食べてください。免疫力高めるために。はい、じゃあ香りね、もうプンプン出て、今玉ねぎ入れます。玉ねぎね、スープの中にあの大きすぎると食感あまり良くないので、
細かく切ってくださいね。この時本当に弱火で玉ねぎの甘みもゆっくりゆっくり出しましょうね。こう強火にするとすぐ焦げちゃうので、あと体にさっき言ったのニンニク焦げちゃうと体に悪いので、まあ何でも焦げちゃうと体に悪いですよね。焦げないようにゆっくりゆっくりこの甘み風味出しましょう。あ、香りも今出てます。あと玉ねぎも少しだけね柔らかく炒めましょうね。はい、少し黄色っぽくなりました。じゃあ強火にします。この時はトマト入れます。多めじゃなくても大丈夫です。このぐらいの量は2人の量だと思います。炒めます。この時はスープだから、水どのね、タイミングで入れるのでしょうかって質問したいでしょ。それで甘み出してからお水入れてください。こうトマトの甘みまだ出してないし、水入れるとなんていうかな、なんかまあとりあえず美味しくないので、しっかり炒めてしっかりその甘みねを出して、それからお水入れます。お水ね、お湯じゃなくて。はーい、まあ2人分で2杯分入れます。はい、じゃあ塩入れましょう。この段階で、まあ、いつもこのぐらいで入れます。あと最後も小胡椒風味として入れたいと思います。あまりしょっぱくならないようにこれ蓋して煮ます。はい、こういう感じで、私ねさっき醤油忘れたの。それ玉ねぎ炒めて黄色っぽくなったら醤油入れてください。これも少なめで OK です。大丈夫です。すいませんでした。はい、あとこの時とろみつけて卵をかけます。かける前はごま油ね少し閉じ卵の中に入れます。それね、なんかふわさとかね美味しさそのままより美味しいです。はい、じゃあとろみつけます。片栗粉です。少しずつね、混ぜながら、とろみね、たくさんいらない。あ、全部入れても大丈夫です。本当に入れてみてくださいね。はい、とろみついてる状態で、卵入れまーす。きちんと丁寧に混ぜてくださいね。はい、入れまーす。すぐ混ぜないでくださいね。ふわーっと上に浮き上がったら混ぜて大丈夫なので、また固まってない状態で混ぜると固
形も崩れるし、ふわふわの感じもなくなるから、こういう感じ。軽く。はい、最後は、小胡椒。少し、二分量で。あと、私、わかめ好きで、わかめも少し入れます。あー、ごまのいい香り。あー、トマトも。卵も、こういう感じです。ありがとうございます。ありがとうございました。